全国1億2000万人のワコーズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は私の80にこのディーゼル1、ワコーズのディーゼル1と E クリーンプラスをぶち込んじまおうと思います。これがディーゼル1。ありゃま、これは私用の添加剤ですね。そしてこちらが E クリーンプラス、エンジンオイルに添加するエンジン内部の洗浄剤です。そうそう、この大きい方のディーゼル1は前々回の給油の時にすでに入れてあります。それでは始めましょう。はい、まずはオイル交換ですね。エンジンオイルのフィラーキャップを外します。フィラーキャップ外さないとエンジンオイルが抜けるのが遅いです。そしたらエンジンオイルのドレンボルトを外してオイルを抜きます。エンジンオイルが抜け切るのを待っちゃいらんないので、先にオイルフィルターを外しちゃいましょう。オイルフィルターレンチをかけてオイルフィルターを外すんですが、外れない。全くもって外れない。誰だよ、こんなに強く締めたの。てかそんなに強く締めた覚えはないんですが、この時期ってフューエルキャップとかも緩みづらいですよね。あったかくなってきたせいですかね。もうどうすんのよこれ。はい、カップ式のフィルターレンチ買ってきました。往復1時間かけて。80のオイルフィルターを交換するのはこっちの方が楽ですね。今まで使ってたフィルターレンチは日産の L 型のフィルターを交換するために買ったような記憶があります。まあ随分昔のことですけどね。新しいオイルフィルターのパッキンにはエンジンオイルを塗っておきましょう。そしてエンジンブロックとオイルフィルターの接触面に前のオイルフィルターのパッキンが残っていないか、ウエストで拭いて必ず確認してください。前のオイルフィルターのパッキンが残ったまま新しいフィルターをつけちゃうと、パッキンが2枚重ねになってしまってエンジンオイルがダダ漏れになっちまいます。今回は規定の締め付け量でフィルターを締め付けました。もう嫌です。そしたらドレンボルトをつけて締め付けましょう。トルクレンチを使うほどではないと思いますが、こちらも締めすぎ注意です。いつものように激安の電動の袋からオイルジョッキを取り出します。80ディーゼルのエンジンオイルは 9.7 リットルも入ります。まず最初の4リットル、ここで E クリーンプラスの登場です。エンジンオイル 2.5 リットルから6リットルに対して1本ですので、80だと2本必要なんですよね。
はい、次4リットル2回目です。これで8リットルですね。Eクリーンプラスは指向性のエンジン内部洗浄剤でエンジンオイルに混ぜて使用します。走行しながら次回のオイル交換時まで時間をかけてエンジン内部を洗浄するというわけです。はい、3回目は 1.7 リットルです。規定量のオイルを入れてフィラーキャップを閉めたらエンジンをかけてエンジンオイルをなじませます。それではしばらくランクル80の 1HDFT のエンジン音をお楽しみください。最後にディーゼル1を燃料タンクに注入して完了です。ではでは、軽油を満タンにしていきましょう。これが今まで使っていたオイルフィルターレンチです。はい、緩まなくてこんなになっちまいました。やっぱカップ式のフィルターレンチの方がいいですね。てか今回オイルフィルター交換するはずじゃなかったんですけど。それではまたねー。